えー、ではですね、えー、スタジオの撮影あと屋外の撮影に引き続き今度はですねお店の中室内の撮影ですね、まあ、あの室内といっても自分の家とかではなくてお店の中なんですけれども、えー、ここでですね雰囲気があるバーの風景を、えー、作ってみるまあもともと飲み屋さんなんであの飲み屋さんの雰囲気は出てるんですがこれをしっとりしっとしたバーの風景を作ってみるということで明かりのセッティングをしていました でこのとき注意しなければいけないのが、えー、このとき白熱電球系ですねハロゲンランプ1個500ワットとかありますので3個ぐらいつなぐとどこかブレーカーが落ちてしまう場合がありますなのでそういうことがありますので非常に気をつけて消費電力が少なめなもので仕上げていくということを心がけましたでただですね、あの元の明かりが電球の落ち着いた雰囲気なのでこちらをです、ね、損なわないように蛍光灯みたいなものをなるべく使わないようにしないとなんか胸ざめになってしまいます ですから今回は、えー、あまり消費電力が大きくないハロゲンランプを1個ですね、えー、ベースのライトとして、えー、スカイライトみたいなイメージでこちらですね、えー、チャイナボールなんていう言い方をしますけどチャイナライトなんて言います和紙でできている丸いボールのライトの中に光源が入っているので非常に柔らかく拡散してくれるライトとしてベースライトとして、えー、チャイナボールを1つそしてですね電球色の蛍光灯フラットライトですねこちらです これを直接当てるとベタっとしてしまいますので、こちらをですね、壁に当てて反射させていきます。これで全体のほんわかした雰囲気を醸し出してるわけですね。そしてですね、今こちら置いてあるんですが、レフ板を立ててあって、そこに LED を電球色になるようにした状態で反射させて顔から、顔に当たるというライトを1個作っています。こちらは女性の方の顔を当てですね。 そしてですね、今、さらに後ろのところ、これです。これはあの人物ではなくて、たくさん並んでいる瓶がですね、キラキラ光るように、瓶当てというのを特に仕込んでおります。そして、今、そちらのカメラからだとちょっと見えにくいんですが、カウンターの裏にですね、こっちに向かってライトが当たっています。これはですね、あの先日やったバックのタッチライトですね、あの輪郭などがはっきり出るというやつ えー、そしてですねあのバ,、えー、バーの中のカウンターの中にいる男性が暗くなってしまいがちなので、えー、見えないところにこちら仕込みのライトで小さい LED が入っているといで顔とこの肩の辺りがしっかり出るというそういう図式ですですから意外と複雑なんですけれども、えー、全体の雰囲気を損なわないように小さい光源ですねというのをたくさん配置して、えー、全体の雰囲気をうまく保っていますじゃあですねこちらを実際に、えー、撮影してみるとどうなるか見てみましょう